ふんばき家族皆様こんにちは、ふんばきです。ふんばきチャンネルは韓国人、저는한국인입니다。韓国人が韓国コスメを成分分析し、成分よく効果のある韓国コスメを伝えるチャンネルです。まだ小さい効果を感じれるスキンケアラインと韓国カラーコスメも伝えています。スキンケアは口コミではありません。コスメは成分です。もう口コミで失敗するスキンケアはやめて、成分を見て選びましょう。今日はクダルのトクタミエッセンスの成分分析です。クダルのトクタミエッセンスについてコメントもたくさんいただきました。ニキビ肌スキンケアで紹介しましたが、詳しい成分内容は伝えてないですので、まだクダルのトクタミエッセンスについて興味を持つ方が多くいらっしゃいますので、今日はクダルのトクタミエッセンスの成分内容です。成分内容がとってもシンプルで良いと思います。成分がたくさん入ってるから良い化粧品ではないですので、その固定観念を持つ方はその固定観念を捨てた方が良いと思います。まずトクタミエッセンスが 97.5% 配合されてます。1回使用後、皮膚の温度がマイナス 4.84°C 下がった人体適応試験も完了したエッセンスです。化粧水として使って良いです。肌は熱によっても老化しますので、皮膚の温度を下げてあげるのはとても良いですね。では成分内容を伝えたいと思います。その前に、私は肌に対して成分の良い化粧品だけ伝えていますが、そうではない化粧品も溢れてますので、自身の化粧品成分はきちんと見て使用してもらいたいです。では成分内容と使用感を伝えたいと思います。97.5%、 皮膚の炎症緩和、解毒作用、肌の熱を下げる効果、クエンチントリン成分が入って人生と皮脂吸着を助け、角質除去効果もあります。キビ肌にも良いエキスですね。次、オレンジ果実油、肌に有害な異物の活性を抑制、皮膚で増殖するのを保持してくれます。皮膚過敏反応を縮小し、問題性皮膚の快適鎮静管理に役立ちます。老化が原因で疲れた肌に弾力エネルギーを付与、まだ化粧品に自然な香りを付与する役割もします。次、カカオエキス、コンディショニングを付与して活力を与えるエキスです。水分の蒸発を防ぎながら肌のキメを滑らかにしてくれるエキスです。ラベンダー油、脂性肌の皮脂分泌を調節、問題性皮膚の改善や管理に役立ちます。この化粧品では少量配合してますので影響がないと思いますが、ラベンダー油が大量に入った商品の場合、妊娠初期には注意するべきラベンダー油です。まだ肌が弱く敏感の場合、刺激になることもあります。原液を使う場合は直接使用せずに希釈して使用するなどの注意が必要なラベンダー油です。こういうふうに全成分配合量をきちんと見て使用した方が良いですね。例えば妊娠して、私は妊娠中一滴でもなんか影響のある成分は絶対使いたくないとか、そういう場合にはこういう全成分ってとても大事になりますね。次にバジル油、肌に有害な異物、菌の活性を抑制することに関与、皮膚の敏感な反応ケアに役立つオイルです。バジルに含まれているオシメン、アルファフィネンの成分は肌の浄化に役立ちます。まだ化粧品に自然な香りを与える役割もします。
ですが、このバジルオイルもこの化粧水では少量配合してますので影響はないと思いますが、ホルモンシステムに影響を与えることができるオイルですので、妊娠中、特に妊娠初期には使用を気をつけるべきオイルです。原液を直接使用せずに希釈して使用するなど注意する必要があるバジル油ですので参考にしてください。まだ敏感肌には刺激になる場合がありますので、敏感肌の方も注意してください。ですので、トクタミは角質ケアもできるなど敏感肌刺激テストは受けてるエッセンスですが、敏感肌にはおすすめできないです。ベタイン、アミノ酸の天然保湿剤で皮膚浸透力の良い保湿成分です。時間が経ってもしっとりする成分です。次、グリセリン、タッカーアルコールの保湿剤です。グリセリンの配合量が少ないのでニキビ肌にも合わせたのが分かりますね。次に、ラオリン酸ポリグリセリル中非イオン界面活性剤の中でも皮膚に良くない影響がないと言える成分です。皮膚が持っている保湿状況を維持するのを助け、皮膚食感を良くして皮膚コンディショニング剤の役割もします。化粧品の中の合成成分の溶解を助ける役割もします。トロメタミン、化粧品に香りを付与する役割と化粧品の pH を調整するために入れる成分です。次に、フィチン酸 NA、 キレト剤で繊維を完成した時と同じく保つようにしてくれる成分で、金属イオン封鎖剤として化粧品に入れる成分です。次、テキストリン、余分な皮脂を吸着させて脂性肌を清潔にするのに役立つ成分です。まだ水溶性洗浄剤で化粧品の粘度を調節、化粧品の水分と油分を分散することで物質の濃度を希釈したり物理的な性質を用意する原料です。カルボマ、広い pH 範囲内で粘度を浄化させる物質です。ゲル化ですね。シートマスクや化粧品によく使用される成分です。 EWG でも安全性の高い成分だけ配合してます。ここまでが成分内容です。成分内容を聞いてわかると思いますが、トクタミは角質ケア、鎮静効果もあるエキスですが、敏感肌にはおすすめできないです。ニキビ肌の方とトクタミで優しい角質ケア、まだ肌の温度を下げたい方、しっとりする化粧水を探す方におすすめします。では使用感です。こういう風にゆっくりと流れるとろっとしたエッセンスで、エッセンスと言いますが日本では化粧水ですね。ですので化粧水として使用してください。こういう風にしっとりする化粧水でひんやりと冷感を感じるエッセンスです。今日はクダルのトクタミカーミングエッセンスの成分内容を伝えました。この動画が参考になった方、少しでも良いなと思われた方はグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。グッドボタンとチャンネル登録は動画作りの励みになります。ではまた会いましょう。